アンナ・ホルマン、アンナ・ホルマンはドイツの漫画家である。13歳の頃からセーラームーンのファンイラストを描き始める。当時は漫画家になるという自覚があったわけではなく、姉妹と競争することで上達を目指した。2003年に本格的な日本漫画のスタイルを導入。当初はアナメックスというウェブコミュニティにおいて、ステューピッドストーリーという矢を維持作漫画を、 公開していたが、一部が、シュワルツ・アトゥーム社を通じて、商業を出版されたことにより、漫画家としてデビューした。2008年からは、大手出版社であるトキオ・ポップ社を通じて、スキューピッド・ストーリーの連載を継続中。同作品は、2008年及び2009年に、ゾアン・ダーモン、ドイツ漫画賞を連続受賞しており、2009年には、アニマニア賞受賞作にも選ばれた。 描画にあたって特に参考にしている漫画家はいないと答えたが好きな漫画家として氷、立優、山根、綾乃、安永慶の3人を挙げているボーイズラブ漫画家として世界的に有名な山根、綾乃の名前が挙がったことからもわかるようにホルマンの代表作スキューピッドストーリーもボーイズラブ漫画であり絵柄の各所に日本の少女漫画ないし青い漫画の伝統的な スタイルが見られる。彼女自身も、仮に、自分の作風を定義するとしたら、少女漫画スタイルであろうと答えた。作画にあたっては、アドビフォトショップを活用している。http コロンスラッシュスラッシュ www.manga.de k スラッシュインデックス .php ページイコールアンナホルマン。ありがとうございます。